見ていただけましたか、僕とハマロンの大活躍を。ごめん、それいや見てないんだけどさ。見てないのかよお前。見る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 、うん、たださ、あれ見るは見るでちょっと、うん、あ休んだことないでしょ、うん、あれ意外とへこむよ。いや、あ、分かる分かる分かる、自分がいないところね。そう、うん、いや俺この間さ、あの今夜は謎トレっていうね、フジテレビのクイズ番組があって、それは藤木くんが俺の代わりに進行をやってくれたわけ、ね、で、まあ、藤木くんから事前に上さんの代わり行ってきますなんて言って、うん、まあ、藤木くんがやってくれるの、うん、ごめんねありがとうねなんて言ってさ、うんうんうん、どうやればいいですかなんていうメール、うん、いやいやいや、もう藤井君がやってくれるだけでスタッフも演者も多分喜ぶし、うん、もうなんかもう自由にやってみたいな返事して、うん、でこれでオンエア見たわけよ、うん、したらさ、ことごとくその有田を筆頭にさ、うん、高俊とか柳原とか宇治原とかさ、うんうん、あの辺がすっげえ楽しそうにしてるわけよ。オンエア見たら伸び伸びしてんの、みんながいっぱい喋ってるし、こう見ながらさ、これ俺じゃねえんじゃ方がいいんじゃねえかってさ、あ、思うんだ、思う思う思う、あ、メディア王でもやっぱそう思うんだね。メディア王じゃねえっすで、で他の番組も見たわけよ、うん、で他の番組もまあなんかまあみんな楽しそうにしててさ、うん、したらさ、うん、次の日視聴率表送られてくるじゃない、うん、番組史上最高視聴率なんだよ、うん、俺がいない時が。で次の週俺出たのよ、また視聴率落ちてんのよ。もうこれ俺じゃねえ方がいいだろうってやっぱ思うのよ。あ、それきついね。でもだからそれは言わせてもらえば、上田がいないってことで注目を浴びるわけですよ。いや、それ最初のもう 1,2 分よ、そんなもん、うんうん、俺うんって言っちゃったしね。いやいや、そうじゃない、そうじゃないけども、だからサンデージャポンで田中がいない時の、うん、あなたが来た時の視聴率もうず抜けてましたからね。まあ、まあ確かにいないっていうイレギュラー感をね、まあ見たいっていうのは分かんないで、さらにそのメディア王の仕切りのうまさですよ。あれはいまだに TBS で伝説ですから。廊下で社員が話し合ってますサンデージャポンのさ、嘘つけ、上田さんはどんだけこの1年 TBS 何もなかったんだ。だからそういうもんなんですよ、意外と。だからあの時の田中の気持ちはさぞかし辛かっただろうと思いますよ。絶賛ですからね。いや、そんなことないけど、ただみんなが楽しそうにしてるのが腹立つじゃん。いや、まあ確かに ね、それは共演者とか、もうちょっと話題振って、なんかいないねとか言ってほしいみたいな。そうそう、柳原とかがいい笑顔してるのよ。なんかね、ちょっと女性の部分とかを出してきて、腹立つわ。俺の時には一切見せない。じゃあなんかこう抑えつけられてるんですか。いや、俺はそんなつもりないんだよ。ないんだけど、みんなやっぱ伸び伸びしてたね。じゃあぜひこの太田上田のね、あのいない回を見てください。それがさ、うん、この間ね、うん、ね、Goingうんうん、一緒にやってる元阪神の赤星さん、うんうん、赤星さんとこメイクルームで会ってさ、うんうん、会うだなすなんていうね、うんうん、で話をしてたらさ、うん、いや上田さん、あれ俺この間太田上田見ましたよ、うんうん、面白かったですわ。え、なんのか、上田さんがいなかったかい、面白かったかいってさ、どういうことだよってさ、なんで俺がいなかったかいがすげえ面白かったんだってさ。もう本当にね、もうご迷惑をかけて、いやいや、とんでもないですよ。あ、そうそう、聞いたよ、爆笑問題 YouTube 解説これ、ね、やってますから。いや、ごめんね、これもまだ見てはいないんだけど、だって大変なんでしょ、コントだから。コントなんて言っても、うん、ひょうきん族とか、うん、シャボン玉ホリデーとか、うん、あれシチュエーションコントですよね。で、あるそのテレビ制作会社って舞台なんですけど、うんうん、なかなかそこが数字が取れないと、ワイドショーやってんだけど、で田中がテレビ局の上司の人間で、うん、俺が言ってみればディレクターで、うん、で要するに毎回その今日は何のネタやろうか、なんかそういうのをやりながら、オフィスの中でこうドタバタシチュエーションでコントをやるっていう、うん、それを やってるんですよ。おだから なんとなくの筋はあるけど、そうそう、多少フリーの台本は一応あるけれども、うん、ほぼもう途中でこうアドリブでぶち壊してこうなんかめちゃくちゃになるみたいな、うんうん、だからそういう意味じゃもう楽しいですよ。そうなん、うん、な何分ぐらい撮ってんの1回のコントで。15分ぐらい、15分ぐらい回してんのかな。おうおう、うん、そう、15分の何分ぐらいにしてんの。あのね、 YouTube ってね、うん、15分はちょっと長いです。うん、いやだからそれを聞いてんの、15分流してんの、それ知らないと思うけど、知ってる、 YouTube 知ってる、あんまり疎いから知らないと思う、まあ、疎いけども、でもそれ、まあ、15分は確かに長いなとは俺も思う、うんうん、大体だから10分ぐらいですかね、うんうん、まあ大体の予想通りだったよそれならばそれでこう毎回更新していくという、だから言ってみればなんていうのかな、 YouTube で
あんまりやってないっていうか、そうだね、あんま作り物とかはそんなにね、そうテレビで俺らができなかったことをどっかでできないか、いろいろ企画持ってったけどどこもダメで、だったら自分たちで YouTube でならできるのかなっつってやってんです。週何回ぐらいあのアップしてんの？週2回ですかね。大変じゃね。いやでも1回4本撮りでやるから。でも月2回ぐらいは撮んなきゃいけないわけでしょ。月2回ぐらいですね。でしかも前の日稽古、大変じゃね。それをだ月2回はやるわけでしょ。月2回やる、リハやって本番、リハやって本番を、もうちょいペース落としてもいいんじゃない？落とせないです。なんで？なんで？まあ僕も週1ぐらいがいいかなって言ったんですけども、まあなんていうの、社長社長なんて、社長がとにかくあなたは YouTube 分かってないと。なんて言われたの？ YouTube っていうのは週2ぐらいで頻繁にね更新していかないと。そうこれ種類にもよるじゃんそれは。種類にもね、それが間違いです。あ、そんなもうちょっと頻繁に更新しなきゃダメだ、ダメだということで、まあそれはもちろんね社長の、僕はだからこうまたほらこういう風にこれ見ますから社長。僕は本来は週一でやりたいみたいなことではないですからね。ただまあ要するに週一ペースかなって当初僕は思ってたんだけど、まあ社長がそっちの方がいいって言うんだったら、それは社長に言ってることって間違ったこと一回もないですから、ね、だからそれはそういう風に、まあ、そうか、俺たちが YouTube 分かってないからね。分かってないんですよ。そうなんですよ。社長が言うんだったら間違いない。その変な空気ですね。なんかいかにも社長をなんかバカにしたような空気じゃないの。俺の本意じゃないよこれは。これは違うんだよ。じゃあ今後も週2ぐらいのペースで。もちろんもちろんやっていこうと思ってます。やっていく、でも、ね、俺楽しくてしょうがないのよ。だから、まあ、自分のやりたいこと、ね、本当にやりたいことが今ようやく叶ったって感じですから。でもペース的には週1ぐらいがいいんじゃないの？え？でペース的にはそれはね、あの菅さんがそう言ってんですよ。週1がいい、菅さんがすぐそう言うんですよ。でも俺は社長がそういう週2がいいって言うからって、そうですかつって菅さんが言うから、まあ俺は板挟みですよね菅さんと社長。板挟みになってないでしょ菅さん側だろ、考え方として。僕は社長側です。だからそういう空気にしないでよ、本当に誤解されるんだから。それはあなた何週1がいいのって言われちゃうんだから。いやさ、俺は大変だろうなと思って。大変ではないんですよ本当に。で楽しいとは周りは皆さん大変だと思いますよ。そりゃそうだ、付き合わされてるからね。だから俺はもう伸び伸びやってるから楽しくしょうがないですよ。なるほどね。今度出てくださいよ。だから全然いいよ、なんか俺がやるような役があれば。ただ芝居が下手だ。下手、それはもう致命的に下手。それやめて。でもぜひ出てください、それもまたネタになりますから。下手っていうのが。そうだね、じゃあがっつり芝居するようなやつがいいわ。そうだね、結構ねあれ始めて、若手の芸人とか見てくれてる人多くて、太田さん出してくださいよっていうのは、せいやとかね。あ、そうなんだ。みんな言ってくれて、だけどただでとにかく制作しないですからね、でただだよって言ったら、いやただでも出ますって言ってくれる人多いのよ。嬉しいの。金はね別にいらないけどね、そらただでも楽しいことできればね。全然ただで出て。いや出るよ、別にギャラなんかいらない。ギャラにうるさいって聞いてる。嘘つけ、一度も言ったことあるか。そんなこと。あ、本当ですか。いやそんなもん出るよ。あの作家も募集してますんで。あ、そうだ、ただで。ただで。いやそれでその募り方じゃあんま集まらないけどね。ただでって言われる。でも ここでなんかちょっと自分のこういうあれを試したいとか、ね、そういうのあったらもうどんどん募集してますんで。あ、それいいじゃない。ね、まあじゃあ楽しみだね。いやもう本当にそうなんですよ。